皆さんこんにちは、オルタナチャンネルのお時間です。ういということで、ね、決まりました。前回ベッキーさんに LINE の恋愛相談してみたってね、動画撮ったんですね。と後々みんなのコメントとか読んでね、芸能界とかで話題になってることでもやっぱね、知らない人いるっていうのはね、良くなかったなっていうのはね、反省しましたね。ベッキーさん、川谷さん、申し訳ございませんでした。やっぱり人の不幸をね、おかずにネタをするってのはあんまり良くないことですね。幸せなことについてね、やっぱ動画を作りたいと。ということで、最近あった芸能界の幸せな出来事といえば、北川景子さんとミュージシャンの大悟さんが結婚したということでございます。これはめでたい、これはめでたい、これはぜひ動画の企画にしたいということで、今回は LINE で北川景子ちゃん、僕と渋谷ジャパンの一応先輩にやっておりますからね、北川景子ちゃんにちょっと LINE でおめでとうね、それはお祝いましょうということで、早速北川景子ちゃんの公式 LINE に追加します。北川もう景子ちゃんって呼べる、それは景子ちゃんって。会いたかったんだけどね、僕が在学中にちょうど卒業の年だったのかな、学校内で会うとかできなかったんですよね。ヤマピーもそうだね、ヤマピーも僕らが入った時にちょうど卒業しちゃったから会えなかったの。一度でいいから見てみたよね、こんな美人さんね。北川景子、おっしゃらないんです。僕が新たに追加させていただきます。はい、ということで、早速景子ちゃんにおめでとうのね、言葉をね、ちょっと捧げたいと思います。景子たんですよ、景子たんですよ、景子たん、ご結婚おめでとう、パーン。それではお祝いの言葉送信。まずパワーメイクアップ、やっぱり、幸せなんだろうね。まずメイクパワーアップって感じですね。毎日幸せですか？大好物は焼肉とオムライスとうな重だよ。あ、そうか、得意、ちょっと料理は得意って言ってましたからね、北川さんね。だから焼肉とオムライスとうな重だって作りますよ、けいこちゃん。それは大悟さんのためだったらね。さんのどこが好き？そうね、どこが好きなのかちょっと聞きたいですよね。まずメイクパワーアップ、まずメイクパワーアップ、なんでまずパワーメイクアップって。じゃあプロポーズの言葉聞いてみよう。大悟さんのプロポーズの言葉は何でしたか？おいし、どら焼き大好き。ドラえもんじゃん。ドラえもん、え、プロポーズの言葉、どら焼き大好きです、結婚してください。おかしいだろ、おかしいだろ。で、それがよかったんだろうね、逆に意表をつかれて、それがドキッとしてもらう。ドラ焼きみたいな、え、何ドラ焼きみたいな。デートはどこに行ったの？ちょっとプライベートなこと聞きたいですよね、芸能人のね、美男美女カップルのね、どこにデートに行くのか、ちょっとこれ聞きましょう。4対3、え、デートでその世にはびこる中、妖怪たちを退治しに行く、まあ、ついでにそれでデートでもしようかみたいな、やっぱそういう使命を追いつつデートもするってね、一石二鳥じゃないみたいな。じゃあちょっと今日妖魔退散行く、ケコちゃんも来るみたいな、そこで助け合って恋が芽生えた可能性もあるね。ああ、そうだね、そうだね。オルタナって知ってる、オルタナって知ってる、もうこんな時間、そうそうそう、オルタナ見るとね、あ、もうこんな時間って、ね、時間があっという間に過ぎるって話題ですからね。ああ、そうそう、じゃあやっぱ北川さんもね、チェックしてくれてるんですね。じゃあそしたらね、やっぱね、幸せな二人、最後に聞きたい、どんな家庭を築いていきたいですか、か、これ聞きましょう。空気を読んで笑うな、空気を読んで笑うな。あ、そっか、心から笑う家庭を作りたいってことだ。で、空気を読んでね、愛想笑いをするんじゃなくて、もう心の底からね、家族で笑い合えるの。それ表面的な家族じゃなくて、心の底から刺激し合いで笑える楽しいハッピーな家庭を作りたいってことです。イコール北川さんは今めちゃめちゃ幸せですということです。おめでとうございます、結婚でいいですね。北川景子さんみたいに美しくて思いよりがあって、そしてうな重が作れる彼女を見つけたいと思います。それではぜひまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、そしてよかったらグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。